武田哲也です。おはようございます、水谷香菜です。これはもう大好きな内田達さん、この方がですね、また奇妙な方と対談をなさっておりましてですね、はい、成瀬正治さん、ヨガの行者の方との対談なんですね、はい、まあ副題は不安な時代を乗り切る知恵という、はい、内田達といえばもうやっぱり今日本を引っ張っていくぐらいの、私は論客だというふうに、こういう人が最近増えてきましたね。この間言葉が足りないと猿になるっていう、大学の先生ともお会いしましたが、やっぱ新しい論客ですね。もう年ずいぶん向こうの方が若いんですよ。ただやっぱり新しい発想と新しい言葉を持ってらっしゃいます。この内田さんもそうであります。で、今回の対談相手、この方いろんな方と対談するんですが、成瀬正治さんで、こっからだけ香菜さん、もうね、ちょっと不思議な話になる、はい、変な話ばっかりしますけども、勘弁してくださいね。わかりました。その変な話がね、意外とある人の耳に届くと非常に有効な強い言葉になるかもしれないっていう思いがあるんですよね。とにかく始めましょうね。思想家、合気道武道家の内田氏。この人はフランス思想文学の研究を習ってる大学の先生。今年の春お辞めになりました。対談相手はヨガの行者の成瀬さん。一昔前だったらば、申し訳ありませんが、こう、カルト雑誌とか、とんでも科学本みたいなので、対面すると受けるかなというようなことなんでありますけども。はい、ただ、私はなんか書いてありますね、内田先生には悪いが、この方の対談集は外れが多いっていうね、はっきり書いております。それでも何か考え込ませる要素を活字中に潜めている、活字の中に潜めているのがこの人の技であると、はい、いうこと書いてますね。生きのいい魚は、生きのいい魚、はい、え、まあ生きのいい魚ということで、活魚、活魚、ね、ということにすると、はい、この内田先生が加わると、ただの文字が活字になるっていう。あ、活字。活字というのは、こういう人たちが織りなした文字ではないかと、字ではないかというふうに思います。なんで、この対談はね、もうアッパーカットカパーンと入るんです。それでついてこれるかどうかなんですが、これ持ってくればよかったけど、ごめんね。やった。でも今度チャンスあったら見せてあります、はい、ありますから。とにかく行者。行者じゃありません。行者。成瀬行者、ヨガ、はい、ヨガのね、この方ね、もう前から空中浮遊の達人なんですよ。すいません、うん、空中浮遊って本当にできるんですか？もう空中浮遊と聞くだけで私どもアレルギーがございまして、例のカルトのおっさんが座布団の上で一応跳ねてるところをシャニムに止めて浮いてるというね、はい、とにかくカッコの中に入れてくれる、カナさん、はい、でとにかく浮いた人の発言を、はい、この内田先生、この本当に現代の論客ですよ。この方、いともあっさりと、あ、そういうこともあるよね、受け止めてるんですね、うんうん、そういうこともあっていいんだ、この世界には自分の心境に限界を作らない、それが人間の思考なんかを生き生きとさせる。非常識はダメ、でも超常識、常識を超えることは世の中に起こりうるのだと。はい。で、内田氏はね、こんなことを言っています。これ人間の、まあ、一種脆さを指摘なさっているんでしょうけど、この内田さんは UFO を見たことがあるんですって。へえ。彼は UFO を見た。で、すぐ横におばさんがいた。で、彼は確認の意味で、ほらほらほらでしょうね。あれ UFO ですよねと指さすと、おばさんは下を向いて絶対見ないように努力している、うん、自分で何か正体のわからないものを見てしまって驚くと、その後考えなきゃいけない、ですからこのおばさんは一生懸命に見ないようにしている、うん、でもこれを変だと思わないでくれる。つまりどっちが変だと思う？ UFO を見た人が変化、それとも UFO を見ないように努力してる人が変化？まあ普通は UFO を見た人が変だよね、なっちゃうのかな。でも内田氏はね、想定内で生きていこうと思っている人は想定外に出会いたくないという努力をしている。しかし、うん、想定外に出ない限り想定内も分かりませんよっていう、はいはい、でそこにやっぱり妙な間に記号を置くのはやめましょうっていう、うん、
つまりこの想定内想定外に関しては、カナさんそうでしょ、今度の震災あるいは津波全部想定外なわけでしょ、うん、原発事故に含めても想定外だったわけでしょ、はい、それは想定内で生きていこうとした人たちが想定外に出会いたくないという願いを無視されたのが2011年の災害だったんじゃないかな。だから、はい、出ましょうよ想定外に、うん、ただね、この成瀬さんのね言い方がねすごいのよ。え、これ成瀬さんお願いするとどこでも浮かんでくれるんだよ。本当に。ただその時におっしゃるのが、もうね、上がるのいいけど降りてくるの大変なのよっていうね俺その言葉にすごい生々しさを感じるんですよね。この異様な合気道とヨガの行者の対談、想定外の世界で聞いてくださればというふうに思います、はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。空中浮遊ですね、ヨガの行者成瀬さん、はい、これ内田達郎氏と対談なさってるヨガの行者の方なんです。これ私写真見ました。あ、どうでした？もう浮いてるなんてもんじゃないですよ。どのくらいの高さかな。と飛んでっちゃ無理ですわ本当に。1メーター5、60か2メーターぐらいかな。あの座禅かなんかを加えて、そのまんま、はあ、道場で浮いたらうまいこと浮かべたら、で奥の方に鏡があって、その鏡にも浮いてるその成瀬さんの姿が見たい。実際に拝見したいですね、写真じゃなくて。あ、浮いてるところ内田氏もその写真でしか見られたことはないらしいんですが、もうズバリ写真の気配が違うっておっしゃってるんですね。バーそのものが奇妙なもので満ち溢れてると、これが本物であると。これはもうカナさんを説得するつもりも全くありません。ただ、うん、私内田氏のこういうありえないなんてことを言ってしまう人に対してありえないって言い返す、うん、この態度って意外と好きなんですね、はい、内田氏は言います。人間が空中浮遊で浮き上がることもあれば、水の上海の上を歩くこともある。 UFO もあれば幽霊もある、うん、こういうものは全部ある。はい、例えばでありますが霊ですな。この霊というものね、この霊というものについて世界中の民族は全部共通してるんです、うん、昔から、はい、それはね、死者を正しく埋葬しないとたたるというのはもう人間のいるところ全て共通の文化、うん、文明なんです。ヨガの行者さんの成瀬さんは言葉が違いますが、霊というのはもともとデータのことではないだろうかと。全ての人の人生は空間にデータファイルされる、そのデータと混線することが幽霊が出たということではないだろうかっていう。これは私ちょっと物理学者の人の本を読んで感動したことあったんですな。あの人間の強い情動とか理念とかがこう激しく動いた空間があると、その CD に録音されるように溝になって空間自体に刻まれるっていうのよ、うん、でまた今度別の後追いでやるけど、ちょっと予告編だけやっておこうか、はい、人間の脳の不思議さなんだけど、カナさん思い当たらない？なんかのきっかけに忘れていたことを何かひょいっと思い出すことってない？おお、日常においてあります、ね、日常において、ああそういえば昔ここっていうような、うんうんうん、あそういえばあの人っていう、うんうん、あれは一体何なんだろうね。何なんですか？データファイルの中に全部入ってんじゃないか、うん、でそこにたまたまポコッとその記憶が出てくる、うん、そういう精神作用みたいなものが人間の中にあるんじゃないか。つまり生まれてから体験したことは全部ファイルされているっていう。まあ、幽霊が出たというのは空間にファイルされたデータが混線することでそれが漏れ出すという。混線、うん、だからなんかその関ヶ原雨の降る日に歩いてると
合戦の切り合いする音がするとか、その同じパターンの怪談話が必ず世界中にはありますよね、はい、内田氏はもっと面白いことを言います。人間というものは不思議なもので、人間は死んでからの方が人に影響力を持っている、死者ほどすごい影響力を持ったものはいないっていう。はい、これピンとこない、うん、これ私もう一発だから、これ坂本龍馬、まあそこに来たかという感じでしょうね。あなたにとってはもう聞き飽きたよおじいさんっていう。そんなことないです。そうか、はい、坂本龍馬というのは幕末当時、この人物を知ってる人は有名な志士の中で10名ちょっとです、うん、ところが今龍馬のことはほとんどの人が知ってるわけですから、うん、龍馬は死後働いた英雄ということは言えますな、はい、うん、死者というものはうまくいくとこれほど活躍するんでありますが、うん、成瀬さん、この予言行者不思議なことを言います。ブッダ、これ空中に浮かんだっていう話ありますよな、はい、ああそれからキリストはご存知ですね、はい、キリストの得意技は水の上を歩く、はい、うん、でそれは何かの例えじゃないのとかっていう人がいますが、ヨガの行者の成瀬さんはできたんだよって、できたから伝説に残ってるんだよって言う。で私空中浮遊できますけど、これヨガの行者でヨガやってると結構誰でもできますよって。ただしこの行者曰くですけど、浮くのはいいけど降りてくるのが大変だっていう、そういうできる人の悩みがあるんじゃないの。はあ、それも私にはちょっと計り知れない世界の悩みですね。やばいね、見せるためにちょっと浮いたのはいいけどね、浮いたまんま生きていくってのは大変だよ。はい、普通あんた頭も下げないドアにガーンとぶつかったりなのやめとけよあんたな、宇宙浮遊みたいなさ、あらもう時間いっぱいでございます、はい、というわけでございます。不思議な話、この続きまた明日。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日は空中浮遊の話でありました、はい、この空中浮遊などということはブッダあるいはキリスト、キリストは特に水の上を歩いたというのはもう聖書の中で彼が起こした奇跡で何回も書かれておりますから、はい、どう思う、できたと思う、できなかったと思う。いや、まあ普通に考えて、なんかの例えだという方もね多いですからね、なんかの例えだったという、はい、物理的に、まあ、考えにくいことではありますよね、うん、面白いですね。この内田さんにしても、まあ、もう本当に哲学やってるような大先生なんですが、できたに決まってるじゃないかって、ほう、簡単に、はい、なんでか、そらそれぐらいのことができないと人が集まんねえよっていうまあおっしゃる通りね、どんなにいいこと言ったってまず人を集めない限りいいことは届きませんから、うん、その一番最高のパフォーマンスは水の上を歩いてあげる、うん、そう人が集まってくる、集まったところでなぜあなたはそんなことができるのですかっていうと、キリストがね、人は愛によってとかって言うと説得力がありますからね、はい、体が持って、体のパフォーマンスの説得力がその人のいわゆる説得力になるんだと、うん、じゃあ今なんで教会関係者の方はこれができないのか、うん、それはね、なんで今この手のパフォーマンスをやらないのかっていうと、仕掛けはどうなってるんですかって聞くやつが必ずいるからなんだって、うん、だから人集めにはならなくて、はい、仕掛けばっかりに、うん、気を取られてしまうから、種はどこにあるんですか、そうそうそうみたいなね、うんうん、そんなやつではこのパフォーマンスは逆になるから、そんなこといちいちやる必要はない、はい、こっからがすごいんですよ、はい、俺もよく分かってないんだけど、でもなんかこう感覚としてちょっとうなずけるような不思議な話をします。これは物理の法則です。いいですか、かなさん、はい、分子、物理の世界で分子の奇妙な振る舞いという法則があります。世界にいい16の法則がそこにあったにしても、物体を構成する粒子の数の、その、100個の粒子があると、うちの10だけは、ランダムに運動する。重力の法則に従わないそうなんです。
なんだよ。難しいですね。苦手なんだな、その手の話。うん、とにかく、粒子っていうものがあると思ってくれ。それが今、支配してる物理法則に従わない。あ、もう、自然にその説明を受け入れればいいんですね。そうです、そうです。はい。はい、じゃあ、その分子で俺たちもできてるわけじゃん。うん、でも俺たちが、その、私が飛び降りても登っていく部分があるってことなの。うん。じゃあ空中浮遊も可能だってことですね。なあ、理屈的には、はい、物理世界の中に物理の法則に従わないという粒子が存在するという。この法則でいきますとですね、10回同じ運動をやると100回に10回運動に失敗する。うん、失敗するというか飛び降りようとしたのにうまく飛び降りられないという失敗率が出てきますよと。はい、つまり、何かの法則が支配しているところでは失敗するわけだ。はい、ところが、これ、金さん、内田先生の妙案だと、逆さまにするんだよ。うん、自由粒子、運動誤差は粒子の数の増大により失敗はどん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 小さくなる。逆に言えば、自由に動く粒子が増えるほど運動の精度は上がる。うん、この自分の自由に動く粒子を増えさせるわけ。はあはあ、そうすると、はい、分母が決まってくる。うん、そうするとどん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 運動の精度は上がって、その失敗しなくなるわけだ。うん、物体の分母である粒子の総数を分子を増やすことによって増大させる。反対側から。はい。ね。自由に運動している粒子の相対数を増やすとき、その運動は物理の法則さえ振り切ることができるというわけだ。はい。ここまでわかるだろう。いや、私さっきなんか物理的に浮くのは無理なんじゃないかと申し上げましたけども、うんうん、今の説明を聞くと、浮く可能性が高いということですよね。自由度がどん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 高くなって、その人の分母の粒子数が、例えば、どんどん分母が小さくなれば、自由度の方が高くなるわけだ。うん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 。はい。その、ね、これは物理法則だけども、うん、それを、その、他のものにも転用すると。そのことを知っててか、何かをうまくやろうとするときに、人は必ず、この物理法則を応用する。ん？自由度を高めろって、すべてのスポーツがやるんだよ。その典型が夏の甲子園。夏の甲子園？うん。典型が夏の甲子園？ヒントだけ。ピッチャーがだん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 硬くなって自由度を失うと、必ずキャッチャーがやる肩を上下に、ほら。おうおう。リラックス、リラックス。はいはい。肩の上下？そうそう。お前の自由度を上げろ。ほら。もう浮かび上がる法則は、高校野球でもやって、あ、時間いっぱいになってしまいます。この次また明日の笑いの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日までの理屈分かりました。なんとなく。私もそうなんですね。はい。でも確かに、その、甲子園よく見かけるんだけども、キャッチャーがピッチャーに対して自由度を要求する。自由を思い出せ。そのためにこう肩から力を抜けっていうんで肩を上下させるっていうポーズはもう夏の甲子園ではつきものですよね。はいはい、で内田先生はこの辺りからこの先生のへりくつは面白いんだな。これは新しいアイディアを提案するんですね。例えばかなさん、ゲーム試合において強さを求めると相手に対して弱さを求めてしまう。つまり自分が強くあるためには相手を弱くすればいい。で、相手を弱くするためには相手を見下し、恐怖に居つかせること。それが勝利につながる。それが今のゲームですよね。うん、それは、相手を威圧し、弱い立場に釘付けにしてしまう。居つかせてしまう。はい。しかし、そのような弱い相手というのは自分にとって、決して身体能力、自分の身体能力を高めることはない。うん、こいつを弱く見下してやろう。上から目線というのが一応ちょっと問題になりましたか、大臣さんの態度で。はい、それは、実は、上から目線の人というのは、逆に言うと、自由度が小さいんです。で、自由度が小さくなると、
大きな相手に対しては失敗の身体となってしまう。自分の自由度、上から目線の人は、さらに上から来る奴がいると負けざるを得ないんですね。ダメですね。ちょっとディレクターさんがうつろな目になってしまいました。上昇、絶対に負けない、勝ち続ける法則とは何か。勝ち続ける法則？うん。だから、なんで、自由度を増すってことですか？そうです。うん。勝負の場合、ゲームの場合において、上昇の法則とは何か。それは、敵の自由度を高めることです。敵の自由度？自分のじゃなくてですか？そうです。敵の自由度を高める。うん、敵の自由度を高めることによって自分の自由度を高めることができるわけです、うん、私が緊張している状態をほぐす、そのためには相手の緊張をほぐす、それしか方法がないんです、うん、すごい目つきになってきました。自分の自由度を高めるために相手をリラックスさせ、それが自分の技の精度を上げることにもつながる。わかりました。あ、来た。目が輝きましたよ。ゴルフで、自分よりも、うん、まあ、下手な子がいます、うんうんうん、ですごいもう緊張してると、とこっちは少し優位に立った時点で、あ、リラックスリラックスって、大丈夫大丈夫、ドンマイドンマイって、やることによってこっちの気が楽になることがあります。そうなんです。例えば。リラックスしなさいよって、なんで人に向かって言うかって、自分がリラックスしたいからです。内田先生はそこの心理を、他者を経由しなければ自分の自由度は確保できないのである。なんか分かった気がします。これはすごいよな、これは全てに通じます。朝から何でありますが、セックスもそうですよね。え、力抜きなさいよとか、なんか痛いなんかするのおめえが固くなってんだよ、バカ野郎。知りませんよ。はい、ごめんなさい。はい、真面目にいきます。内田先生、内田先生はこれを生き方にまで高める、つまり自分が幸せになるためには、これ言われてなるほどと思ったけど、自分が幸せになるためには意外とどうしていいかわからないんだよね。なんか今のは何なんですか。いや、なんかカナダ難しいだろ。幸せになりたい、はい、じゃああんたどうやったら幸せになるのって言われたら、うん、うん、なあ、わかりません。今、カナダさん旦那様がいらっしゃる。はい、旦那様からそのカナはどうすれば幸せになるのって言われると何を感じる？何言ってんのと。そうね、ほら、ほら、なんかあんたあんの、私に幸せ聞くなんてっていう。ところが、自分じゃなくて、あなたが、今度は、旦那様を幸せにしたいなと思ったとき、あなたはいくつもの技術を思いつくはずです。うん。それは、美味しいご飯を作ってあげましょうとか。ほら見ろ、もう出てきたじゃん。お洗濯はちゃんと、綺麗に、いい匂いにさせておきましょう。そう。畳んでおきましょう。畳んでおきましょう。お部屋掃除しときましょう。はい。ちょっと変わったパンツを今日は履きましたとか。それは知りませんよ。内田先生すいません。ほら、自分が幸せになるために自分ではどうしていいかわからないが、他者を幸せにするためには、いくつもの技術を思い出すことができる。つまり、他者を経由しなければ自分というものは幸せにならないんだと。内田先生は、自由度の高い粒子の振る舞いが人間の集団そのものにも作用していると説くというね、この辺から私も何が言いたいのか分からない。でも俺ね、これね、龍馬を考えた時に龍馬ってこんなやつだったんじゃないかなと思ってね。こんなというのは、龍馬ってなんか知んねえけど敵だったと人ってという人とパッと仲良くなったり、勝海舟に会いに行って先生弟子にして使わさいとかつって仲良くなったり、薩長が揉めてる真ん中に入って薩長連合を完成させたり、みんな倒幕派の人が徳川慶喜を殺そうっつってる時に、いやいや、あら、政府の真ん中に据えてあいつを中心に国家作ろうぜとか、発想そのものが自由度が高いんだよね。坂本は武道の達人でしょ、武道の達人ってなんか肉体でなんかこうそういうことを知ってるんじゃないかな。はい、かなさんが深くうなずきましたけど、ほとんど分かっていないようでございますが、もう明日も頑張ってまたこの話題で通してみたいと思います。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷加賀です。不安な時代を乗り越える知恵ということで、内田達先生とそれから成瀬正治さんというこれヨガ行者の方ですね、はい、その方のなんかこうご意見をいろいろ、あんまり克明に家庭のことは話しませんが、家族と一緒に生活しておりまして、時間のカウントの仕方が違うんですね。うん、私はですね、だいたい約束の時間が12時だとしますと、11時半にもうあと30分しかないと思う。そこで全ての仕事をやめます。どんな作業をやっておっても、はい、どうもうちにいらっしゃるご家庭の皆さんは、はあ、12時が約束の時間だとすると12時になって慌ててますね。ちょっとそのことに関してムカッと来てたんであります。早い話が、はい、ただやっぱね、なんか頭のいい人の本は読んでみるもんだね。内田先生は怒っちゃいけない、物理の粒子そのものの粒の動きを自然界は揃えないんだと。100個落下するときに10個だけ上に舞い上がっちゃうっていう物理法則に逆らうやつがいる。それと同じことが人間にも適用して、12時の約束を12時だで騒ぐやつがいるんだと。これは約束の時間にもうもう間に合わないわけでしょ、12時で慌てるってこと、はい、ね。ところが12でしか慌てないようなやつをそこに作っといて、全滅を防ぐと。全滅を防いでるんだ。そう、私もそう思った。家族と一緒にレストラン、はい、お父さんだけ先に行って、ごめんなさい遅くなっちゃってって言いながら来る。で、まあうちの家庭じゃありませんよ、うちのことはあんまラジオで話すと怒られちゃうから。女房が座って、その後女房がプーッと吹けて、まだ来てないのあの子って言いながら、うん、残りの家族を待つというね、うん、本当に時間を守らない妻と、さらに守らない娘と、これで全滅が防げるんです。一家4人がオンタイムにファミリーレストランに食事をする瞬間に、何か流星がちょうど共同の駅前に落ちたということで、隕石とかね。そうそうそう。そうすると、このことによって、その、血筋が完璧に耐えるということがなくて、絶えずずれさせるという。なるほど。このずれこそが自由度、つまり人間の生き残る、あるいは宇宙における人間も含めての物理法則ではなかろうかと。はい。もうこれを知ってから腹立たない。遅れてくる家人を見つめつ、あ、物理だって思うね。無事でよかった。よかったって、ああ、宇宙の法則が動いてるっていうね。そういえば、本当にそういえばなんだけど、こうイワシの群れがクジラに襲われたりなんかするじゃない、うん、ずーっとみんな集団で動いてるけど、あ、2、3匹、トンマの方角に逃げるやつがいるよね。うん、イワシの群れでもね。はい。で、ちょっと言うと、あいつ助かるんだな。うん。群れ全体に従わなかったから。だから、イワシは続くんですね。だから、全滅しないんだよ。続いていくんだ。ああ。人間の頭、人間の思考というのが、いとも簡単に居ついてしまう。人間が頭で考えるようになる。うん、頭で考えるようになると、身体反応、体での反応が消えるんですってね。うん、もう、これは、目撃しましたね。ん？今年の3月のことですが、物不足が発生します。はい、よーく考えると、不思議だと思いません？震災というものが東京とかにパニックを起こして、真っ先にトイレットペーパーを買いに行った人。いい？トイレットペーパーを大量に買い込む必要がどこにある？パニックになったからって便の量が増えるってわけじゃないんだよ。はい。もっと突き詰めれば、拭くものは紙だけか？ま、何か他のものも使えます、ね。縄でも拭けるわ、葉っぱでも拭けるわな。いや、追い込められればそうじゃん。
なんだよ、楽しそうに笑うなよお前。確かに。お前想像したら俺が生で吹いてるところ。そのトイレットペーパーでしかお尻が拭けないという思い込み、それが頭の居つきなんですよ。うん、量も増えなきゃ回数も増えない。だけどまずトイレットペーパーだと買いに行くところがもう完璧に体が反応せず頭だけで物事を考えているという。うん、それからこれ面白いことを言いますね。この内田さんというのは戦国武将ってなんとなくみんな明るいと思わない？明るい。うん、陰気な戦国武将ってなんかいないような気がしない？まあ、陰気な戦国武将嫌ですよね。うん、内田氏が言ってるんだけど、日本の戦国時代の戦国武将と二次大戦中の陸海軍の指揮官を比べればわかる。戦国武将ってね、ユーモアがあったって、うん、なぜならばいとも簡単、愉快な人は生き残る確率が高い。この辺ちょっとまたあれですな、チャンスありましたらまた少しね、はい、まだ残りも少しありますんで、また触れてみたいと思いますが、はい、来週また同じネタ少し語りつつ別話題を始められればというふうに思っております。はい、どうぞこの続きまた来週のまな板の上で。自分の自由度は確保できないのである。なんか分かった気がします。これはすごいよな。これは全てに通じます。朝から何でありますが、うん、セックスもそうですよね。え、力抜きなさいよとかなんか言ったりなんかするのも、おめえが硬くなってんだよバカ野郎。知りませんよ。はい、ごめんなさい。はい、真面目にいきます。内田先生内田先生はこれを生き方にまで高める、つまり自分が幸せになるためには、うん、俺これ言われてなるほどと思ったけど、自分が幸せになるためには意外とどうしていいかわからないんだよね、なんか。今のは何なんですか？いや、なんか、カナさん難しいだろ？幸せになりたい、はい。じゃああんたどうやったら幸せになるのって言われたら。うん。うん。なあ。わかりません。今、カナさん、旦那様がいらっしゃる。はい。旦那様からカナはどうすれば幸せになるのって言われると、何を感じる？何言ってんのと。そうね、ほら、ほら、なんかあんたあんの、私に幸せ聞くなんてっていう。ところが自分じゃなくてあなたが今度は旦那様を幸せにしたいなと思った時、あなたはいくつもの技術を思いつくはずです。うん、それは美味しいご飯を作ってあげましょうとか。ほら見ろ、もう出てきたじゃん。お洗濯はちゃんと綺麗にいい匂いにさせておきます。そう、畳んでおきましょう。畳んでおきましょう。お部屋掃除しておきましょう。はい。ちょっと変わったパンツを今日は履きましたとか。いや、それは知りませんよ。内田先生すいません。ほら、自分が幸せになるために自分ではどうしていいかわからないが、他者を幸せにするためには、いくつもの技術を思い出すことができる。うん、つまり、他者を経由しなければ自分というものは幸せにならないんだと。内田先生は自由度の高い粒子の振る舞いが人間の集団そのものにも作用していると説くというね、うん、この辺から私も何が言いたいのか分からない。でも俺ね、これね、龍馬を考えた時に龍馬ってこんなやつだったんじゃないかなと思ってね。こんなというのは、龍馬ってなんか知んないけど敵だったとしてという人とパッと仲良くなったり、勝海舟に会いに行って先生弟子にして使わさいとかつって仲良くなったり、薩長が揉めてる真ん中に入って薩長連合を完成させたり、うん、みんな倒幕派の人が徳川慶喜を殺そうつってる時に、いやいや、あら政府の真ん中に据えてあいつを中心に国家作ろうぜとか、発想そのものが自由度が高いんだ、うんだよね、うんうん、坂本は武道の達人でしょ、うん、武道の達人ってなんか肉体でなんかこうそういうことを知ってるんじゃないかな。うん、うん、はい、この物理法則を応用する。ん、自由度を高めろって全てのスポーツがやるんだよ。その典型が夏の甲子園。夏の甲子園、うん、典型が夏の甲子園。ヒントだけ、ピッチャーがだんだん硬くなって自由度を失うと必ずキャッチャーがやる肩を上下に、ほら、おうおう、リラックスリラックス、はいはい、肩の上下、そうそう、お前の自由度を上げろ。
ほら、もう浮かび上がる法則は高校野球でもやってい、あ、時間いっぱいになってしまいました。この次また明日の笑いの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日までの理屈分かりました？なんとなく。私もそうなんですね。はい。でも確かにその甲子園よく見かけるんだけども、キャッチャーがピッチャーに対して自由度を要求する、自由を思い出せ、そのために肩から力を抜けっていうんで、はい、肩を上下させるっていうポーズはもう夏の甲子園ではつきものですよね。はい。で、内田先生はこの辺りから、この先生のへりくつは面白いんだな。これは新しいアイディアを提案するんですね。例えばかなさん、ゲーム、試合において強さを求めると相手に対して弱さを求めてしまう。つまり自分が強くあるためには相手を弱くすればいい、はい、で相手を弱くするためには相手を見下し恐怖に居つかせること、それが勝利につながる。それが今のゲームですよね、うん、それは相手を威圧し弱い立場に釘付けにしてしまう、居つかせてしまう、はい、しかしそのような弱い相手というのは自分にとって決して身体能力、自分の身体能力を高めることはない、うん、こいつを弱く見下してやろう、上から目線というのが一応ちょっと問題になりましたか、大臣さんの態度で、はい、それは実は上から目線の人というのは逆に言うと自由度が小さいんです、うん、で自由度が小さくなると大きな相手に対しては失敗の身体となってしまう。自分の自由度、上から目線の人はさらに上から来るやつがいると負けざるを得ないんですね、うん、ダメですね。ちょっとディレクターさんがうつろな目になってしまいます上昇、絶対に負けない、勝ち続ける法則とは何か。勝ち続ける法則、うん、うんと、だからなんで自由度を増すってことですか。そうです、うん、勝負の場合、ゲームの場合において上昇の法則とは何か。それは敵の自由度を高めることです。敵の自由度、自分のピッチャーがだん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 硬くなって自由度を失うと、必ずキャッチャーがやる肩を上下に、ほら、おうおう、リラックスリラックス、はいはい、肩の上下、そうそう、お前の自由度を上げろ、ほら、もう浮かび上がる法則は高校野球でもやってい、あ、時間いっぱいになってしまいました。この次また明日の笑いの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。昨日までの理屈分かりました？なんとなく。私もそうなんですね。はい。でも確かにその甲子園よく見かけるんだけども、キャッチャーがピッチャーに対して自由度を要求する、自由を思い出せ、そのために肩から力を抜けっていうんで、肩を上下させるっていうポーズはもう夏の甲子園ではつきものですよね、はい、で内田先生はこの辺りから、この先生のへりくつは面白いんだな。これは新しいアイディアを提案するんですね。例えばかなさん、ゲーム、試合において強さを求めると相手に対して弱さを求めてしまう。つまり自分が強くあるためには相手を弱くすればいい、はい、で相手を弱くするためには相手を見下し恐怖に居つかせること、それが勝利につながる。それが今のゲームですよね、うん、それは相手を威圧し弱い立場に釘付けにしてしまう、居つかせてしまう、はい、しかしそのような弱い相手というのは自分にとって決して身体能力、自分の身体能力を高めることはない、うん、こいつを弱く見下してやろう、上から目線というのが一応ちょっと問題になりましたか、大臣さんの態度で、はい、それは実は上から目線の人というのは逆に言うと自由度が小さいんです、うん、で自由度が小さくなると大きな相手に対しては失敗の身体となってしまう。自分の自由度、上から目線の人はさらに上から来るやつがいると負けざるを得ないんですね、うん、ダメですね。ちょっとディレクターさんがうつろな目になってしまいます上昇、絶対に負けない、勝ち続ける法則とは何か。勝ち続ける法則、うん、うんと、だからなんで自由度を増すってことですか。そうです、うん、
勝負の場合、ゲームの場合において上昇の法則とは何か。それは敵の自由度を高めることです。敵の自由度、自分のじゃなくてですか。そうです、敵の自由度を高める、うん、敵の自由度を高めることによって自分の自由度を高めることができるわけです、うん、私が緊張している状態をほぐす、そのためには相手の緊張技術を思い出すことができる、うん、つまり他者を経由しなければ自分というものは幸せにならないんだと、うん、内田先生は自由度の高い粒子の振る舞いが人間の集団そのものにも作用していると説くというね、うん、この辺から私も何が言いたいのか分からない。でも俺ね、これね、あの龍馬を考えた時に龍馬ってこんなやつだったんじゃないかなと思ってね。こんなというのは、龍馬ってなんか知んないけど敵だったと人という人とパッと仲良くなったり、勝海舟に会いに行って先生弟子にして使わさいとかつって仲良くなったり、薩長が揉めてる真ん中に入って薩長連合を完成させたり、うん、みんな倒幕派の人が徳川慶喜を殺そうっつってる時に、いやいや、あら政府の真ん中に据えてあいつを中心に国家作ろうぜとか、発想そのものが自由度が高いんだよね、うんうん、坂本は武道の達人でしょ、うん、武道の達人ってなんか肉体でなんかこうそういうことを知ってるんじゃないかな。うん、うん、はい、かなさんが深くうなずきましたけど、ほとんど分かっていないようでございますが、もう明日も頑張ってまたこの話題で通してみたいと思います。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷香菜です。不安な時代を乗り越える知恵ということで、内田辰先生とそれから成瀬正治さんというこれヨガ行者の方ですね、はい、その方のなんかこうご意見をいろいろ、あのあんまり克明に家庭のことは話しませんが、うん、家族と一緒に生活しておりまして、時間のカウントの仕方が違うんですね、うん、私はですね、だいたい約束の時間が12時だとしますと、11時半にもうあと30分しかないと思うんです。そこで全ての仕事をやめます。どんな作業をやっておっても、はい、どうもうちにいらっしゃるご家庭の皆さんは、はあ、12時が約束の時間だとすると12時になって慌ててますね。ちょっとそのことに関してムカッときてたんであります。早い話が、はい、ただやっぱね、なんか頭のいい人の本は読んでみるもんだね。内田先生は怒っちゃいけない、うん、物理の粒子そのものの粒の動きを自然界は揃えないんだと。100個落下するときに10個だけ上に舞い上がっちゃうっていう物理法則に逆らうやつがいる。それと同じことが人間にも適用して、12時の約束をここに来たかという感じでしょうね。あなたにとってはもう聞き飽きたよおじいさんっていう。そんなことないです。そうか、はい、坂本龍馬というのは幕末当時、この人物を知ってる人は有名な志士の中で10名ちょっとです、うん、ところが今龍馬のことはほとんどの人が知ってるわけですから、うん、龍馬は死後働いた英雄ということは言えますな、はい、うん、死者というものはうまくいくとこれほど活躍するんでありますな、うん、成瀬さん、このヨガ行者不思議なことを言います。ブッダ、これ空中に浮かんだっていう話ありますな、はい、ああ、それからキリストはご存知ですね、はい、キリストの得意技は水の上を歩く、はい、うん、でそれは何かの例えじゃないのとかっていう人がいますが、ヨガの行者の成瀬さんはできたんだよ、できたから伝説に残ってるんだよって言う。で、私空中浮遊できますけど、これヨガの行者でヨガやってると、あの結構誰でもできますよって。ただしこの行者曰くですけど、浮くのはいいけど降りてくるのが大変だっていう、そういうできる人の悩みがあるんじゃないの。はあ、それも私にはちょっと計り知れない世界の悩みですね。やばいね、見せるためにちょっと浮いたのはいいけどね、浮いたまんま生きていくってのは大変だよ。はい、普通あんた頭も下げないドアにガーンとぶつかったりなんかやめとけよあんたな、宇宙浮遊みたいなさ、
あら、もう時間いっぱいでございます。はい。というわけでございまして、不思議な話、この続き、また明日。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。昨日は空中浮遊の話でありました。はい。この空中浮遊などということは、ブッダ、あるいはキリスト。キリストは特に、水の上を歩いたというのは、もう聖書の中で彼が起こした奇跡で、何回も書かれておりますから。はい。どう思う？できたと思う？できなかったと思う？まあ普通に考えて、なんかの例えだっていう方もね、多いですからね、なんかの例えだったという、はい、物理的に、まあ、考えにくいことではありますよね。面白いですね、この内田さんにしても、まあ、もう本当に哲学やってるような大先生なんですが、できたに決まってるじゃないかって、ほう、簡単に、はい、なんでか、それぐらいのことができないと人が集まんねえよっていう、おっしゃる通りね。どんなにいいこと言ったって、まず人を集めない限りいいことは届きませんから、うん、その一番最高のパフォーマンスは水の上を歩いてあげる、うん、おそ人が集まってくる、集まったところでなぜあなたはそんなことができるのですかっていうと、キリストがね、人は愛によってとかって言うと説得力がありますからね、はい、体がもっ私も一発だから、これ坂本龍馬、うん、まあそこに来たかという感じでしょうね、あなたにとってはもう聞き飽きたよおじいさんっていう。そんなことないです。そうか、はい、坂本龍馬というのは幕末当時、この人物を知ってる人は有名な志士の中で10名ちょっとです、うん、ところが今龍馬のことはほとんどの人が知ってるわけですから、うん、龍馬は死後働いた英雄ということは言えますな、はい、うん、死者というものはうまくいくとこれほど活躍するんでありますな、うん、成瀬さん、この予言行者不思議なことを言います。ブッダ、これ空中に浮かんだっていう話ありますな、はい、ああ、それからキリストはご存知ですね、はい、キリストの得意技は水の上を歩く、はい、うん、でそれは何かの例えじゃないのとかっていう人がいますが、ヨガの行者の成瀬さんはできたんだよって、できたから伝説に残ってるんだよって言う。で私空中浮遊できますけど、これヨガの行者でヨガやってると結構誰でもできますよって、ただしこの行者曰くですけど、浮くのはいいけど降りてくるのが大変だっていう、そういうできる人の悩みがあるんじゃないの。はあ、それも私にはちょっと計り知れない世界の悩みですね。やばいね、見せるためにちょっと浮いたのはいいけどね、浮いたまんま生きていくってのは大変だよ、はい、普通あんた頭も下げないドアにガーンとぶつかったりなんかやめとけよあんたな、宇宙浮遊みたいなさ、あら、もう時間いっぱいでございます、はい、というわけでございまして、不思議な話、この続きまた明日。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。おはようございます、水谷佳奈です。昨日は空中浮遊の話でありました、はい、この空中浮遊などということはブッダ、あるいはキリスト。キリストは特に水の上を歩いたというのはもう聖書の中で彼が起こした奇跡で何回も書かれておりますから、はい、どう思う？できたと思う？できなかったと思う？まあ普通に考えて、なんかの例えだっていう方もね、多いですからね、なんかの例えだったという、はい、物理的に、うん、まあ、考えにくいことではありますよね、うん、面白いですね、この内田さんにしても、まあ、もう本当に哲学やってるような大先生なんですが、できたに決まってるじゃないかって、ほう、簡単に、はい、なんでか、それぐらいのことができないと人が集まんねえよっていうまあおっしゃる通りね、どんなにいいこと言ったってまず人を集めない限りいいことは届きませんから、その一番最高のパフォーマンスは水の上を歩いてあげる、うん、おそ人が集まってくる、集まったところでなぜあなたはそんなことができるのですかっていうと、人間が空中浮遊で浮き上がることもあれば、水の上、海の上を歩くこともある、 UFO もあれば幽霊もある、うん、こういうものは全部ある、はい、例えばでありますが霊ですな、この霊というものね、この霊というものについて世界中の民族は全部共通してるんです、昔から、はい、それはね、
死者を正しく埋葬しないとたたるというのは、もう人間のいるところ全て共通の文化、うん、文明なんです、うん、ヨガの行者さんの成瀬さんは言葉が違いますが、霊というのはもともとデータのことではないだろうかと。全ての人の人生は空間にデータファイルされる。そのデータと混線することが幽霊が出たということではないだろうかっていう。これは私ちょっと物理学者の人の本を読んで感動したことあったんですな、はい、あの人間の強い情動とか理念とかがこう激しく動いた空間があると、その CD に録音されるように溝になって空間自体に刻まれるっていうのよ、うん、でまた今度別の後追いでやるけど、ちょっと予告編だけやっておこうか、はい、人間の脳の不思議さなんだけど、かなさん思い当たらない？なんかのきっかけに忘れていたことを何かひょいっと思い出すことってない？お、日常においてあります、ね、日常において、ああそういえば昔ここっていうような、あ、うんうんうん、そういえばあの人っていう、うんうん、あれは一体何なんだろうね。何なんですか？データファイルの中に全部入ってんじゃないか、うん、でそこにたまたまポコッとその記憶が出てくる、うん、そういう精神作用みたいなものが人間の中にあるんじゃないか。つまり生まれてから体験したことは全部ファイルされているっていう、まあ、幽霊が出たというのは空間にファイルされたデータが混線することでそれが漏れ出すという。混線、うん、だからなんかその関ヶ原雨の降る日に歩いてると合戦の切り合いする音がするとか、その同じパターンの怪談話が必ず世界中にはありますよね、はい、内田氏はもっと面白いことを言います。人間というものは不思議なもので、人間は死んでからの方が人に影響力を持っている、死者ほどすごい影響力を持ったものはいないっていう、はい、これピンとこない、